それでは英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ正解は、なんか A の感じがしますよね。で皆さん、これ選択肢眺めていただけますと、皆さん意味バラバラですよね。ですから皆さん、文法問題ではなく語彙問題ですから、皆さんこれ空詞の前後意味内容を考えましたね。で空詞の左側 sound、 皆さん主語音ですよね。皆さん音が選択肢、動詞、まあ音が点点点と言われたら正解は A ですね。でちょっと皆さん説明を置いといて、先に選択肢の B をご覧ください。皆さん cruise、 皆さん意味は大丈夫ですね、巡航する。で選択肢 C は飛ぶでしょうし、皆さん選択肢の D は走る。まあさすがに音が主語ですからね。まあ選択肢の B のように船旅をしている場合ではございません。ただ皆さん A を選んだ方結構いらっしゃるかと思いますが、皆さん travel、 旅行するという意味ではないですよね。 sound、 音が旅行するということで、皆さんちょっと下をご覧ください。 travel に関してまとめておきます。皆さん例文を書きましたが、皆さんこういう例文よく見かけませんか？そうです、光は音よりも早く travels、 まあもちろんやっぱり旅行するじゃないですよね。ですからまずは travel と言われたら、旅行するよりもうにゃにゃという確信を押さえていただきたい、まあそういう思いでこの問題を選びました。そうです、移動するですよね。ですからこの移動が確信となっていろんなところに派生をする。ですからこちらの例文も、光が移動する、で音よりも早く移動する、そこから転じて光は伝わる、音よりも早く伝わる。でそれを踏まえて、皆さんこちらをご覧くださいね。 Sound travels at different speeds。 そうです、音は様々なスピード、様々なスピードで移動するんです。そこから転じて伝わっていく。例えば皆さん文末でございますが、 depend on the temperature、 そして2行目 of the air、 ですから空気の温度に応じて、空気の温度によって様々な速度で伝わっていく、そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸一番に入る動く。それをスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。